あれ鍵ねえなあ、マジで。俺の鍵がねえ、俺の鍵がねえ、うわぁ、鍵なくした。マジ最悪なんだけど、うわぁ、うわぁ、マジか。はい、ということで、どうも俺です。先日ですね、鍵をなくしました。はい、鍵なくしました。いつだか動画に出てるやつ、100均の電池を変えたみたいなやつ、長期検証動画のやつそれすらもう多分もうあれダメだね、検証できないね。はい、ってことでね、今回は、鍵作ってもらいました。はい、イエーイ。鍵作ってもらいましたって、もうだいぶ前だけどね、もう2週間ぐらい前かな、2週間ぐらい前に鍵を作ってもらいました。ですね、まず、鍵なくした時点で、これね、サブキーだと思ったらね、作ってもらった方に聞いたらね、これメインキー登録しちゃって、ちょうど良かったっぽいです。なんかね、サブキーだとね、なんかいろいろめんどくさいみたいです。うん、その方は、なんか作れるらしいですけど、サブキーでもこれ。要するに、イモビライザーの設定ですね。ってことで、作った鍵がこちら。これ。これやってみたかった。これ。うん、そう。それなんです。これなんです。高かったなぁ。高いって言っても安いのかな。下手に、多分、すべて、どの方の人は、サブキーしかなかったら、エンジンコンピューター変えて、キーシリンダーや何やら変えて、めちゃくちゃな金額になるらしいんだけど、とりあえず、これは、15,000円?15,000円で作ってもらいました。うん。登録も入れて、鍵も掘ってもらって、15,000円作っても、これがあったからね、これがあったから、鍵は掘れるよね。とりあえずね。うん。で、登録までしまって、出張料が2,000円かかって、で、17,000円なんだけど、それに消費税で18,360円だったかな?それぐらいだったかな?うん。はい。でもね、なくした時に、なくしてから、1週間ぐらいは、ずっと、やってたんですよ。どうしようか、こうしようか、つって。これね、無駄にすごいよ。これがそう、今のやつね。これ、ブランクキーだったの。これも鍵掘ってもらった。あと、これ、登録すれば別にこれでもエンジンかかるんだけど、これ、ヤフー。オークションで買った、これ。全然関係ない。これだけ欲しかった。このリモコンのやつだけ欲しかっただけ。これリモコン登録だけしてある。無駄に。これも、これは結局、この、こいつに入れたくて、買った鍵。だから、ふふんオークションで買った鍵。これセットだからね。これセットだから、3つ?なんで最初はもういいや、これだけでと思ったの。だけど、ちょっと待ってよ。鍵穴さえ掘ってもらえれば、だってリモコン登録ができるから、こいつをうまくキーシリンダーのところに忍ばせとけば、イモビは、とりあえずいけるんじゃねえのかなっていう話から始まったんだけど、結局作っちゃったよね、これ。うん。この辺に多分あると思うんですよね。
今回お世話になったのね、あのね、クノロックセキュリティさん。うん。まあ、愛知県なんだけどね。愛知県、クノロックセキュリティさんっていう方でね、結構ね、すごい優しい方でね、すぐ来てくれてね、うん。もう本当になんかもう、もう、どうだろう、ものの15分ぐらいでできたのかな。うん。で、なんか家の鍵とか、うん、あとスマートキーとか、なんかそういうのも全部できるみたい。あと、家のこういうカードキーとか、うん、すごい、できるみたい。なんか、まあ、各都道府県の、そういうね、そういうとこ調べたら多分出てくると思うんだけど、結構すごいお高い値段書いてあると思うんだけど、結構リーズナブルな感じだった。うん。何でもお願いしました。はい。で、採用なのね、こう、こう出てたかもしれんけど、その、やっぱり特殊なものを使ってるんで、ちょっと写せないというか、写真でやっぱ撮れないとこあったんですけど、はい。というわけで、医師、鍵をなくして、オークションで鍵を3つ買ったものの、1万5000円出して、鍵を結局作ったっていう動画でした。ね、愛知県内で見てる方、近くの方、このクノロックセキュリティさんは、トヨタかな？愛知県の豊田市っていうところにあります。はい。で、やってられる方なんで、すぐできる、すぐ本当に。なんか、他もあるんだけど、なんか予約制とか、そういうすぐにやってくれない感じだった、ぽかったんで、今回は本当にクノロックセキュリティさん本当にありがとうございました。多分、また、ここに貼るんでね、皆さんももし、お困りでしたら、鍵のことなら何でもらしいんで、はい。お困りでしたら。別にこれ別にお金持ってるわけじゃないからね。うん。僕がお世話になったんで、お礼として動画を、はい、あげるっていうことです。で、もう一個、ね。長期検証動画。あれは、もう、はい。今日で終わりだね、これね。今日で終わりというか、もうずいぶん前から終わってるけど、うん、うん。だから、まず、この動画を撮る前に、僕は鍵、これ、キーレスの電池変えました。だから、この動画から、スタートです。スタートってことで、申し訳ない。はい。はい、すいません。こんな感じでした。まあ、ではまた皆さん、動画出しますんで、また見てください。それでは、さよなら。